元外務副大臣、金融制裁が最も効果的。サムスンの海外資金、日本のメガバンクから融資。武藤氏、日銀が保証すれば負担が大きいはず。共同通信、ビザ厳格化、大使帰国などを検討。日本政府が強制徴用裁判と関連し、自国企業の差し押さえ資産が現金化される場合に備え、報復措置を本格的に検討中と伝えられる中、次の手順は金融制裁になるという観測が出ている。共同通信は25日、報復措置として厳格なビザ発給、在韓日本大使の一時帰国などが検討されていると、複数の日本政府筋の話としてこのように伝えた。実際、茂木敏充外相は、強制徴用問題は韓日請求権協定で解決済みの問題だ、対抗措置と関連する関連企業と緊密に連携しながら全ての選択肢を視野に入れて対応を考えると明らかにしたことがある。共同通信によると、報復措置として韓国人に対する観光目的などの短期ビザ免除を中止し、各種ビザ取得条件を厳しくする案が取り上げられている。この場合、日本政府がコロナ19と関連し、すでに全面的な入国禁止を行っており、即効よりは象徴的な意味合いが大きい。また、中韓日本大使を帰国させる案も、2017年に釜山領事館前の少女像の設置に反発して帰国した長峰安政大使が成果なく85日ぶりに韓国に戻ったケースを振り返ると、実益がないというのが大方の見方だ。いわゆる報復措置については、次の手順は金融制裁になるという声が公然と出ている。元外務省副大臣を務めた佐藤正久自民党議員は最近あるテレビ番組に出演し、制裁は金融分野が最も効果があるとし、サムスン電子の海外資金の大半は日本のメガバンクから借りたものだ。韓国企業は金融の相当部分を日本に依存していると主張した。武藤正敏元駐韓日本大使も、韓国企業がドルを調達する際、日本銀行が保証をしたものを回収すれば、韓国のドル調達負担はますます高まるだろうと述べた。ただ、これは日本銀行にもマイナスになるため、日本も対抗措置は取りたくないと述べた。麻生太郎経済副首相は、文藝春秋1月号のインタビューで、韓国と貿易を再検討したり、金融制裁に乗り出すなど方法はいろいろあるとし、どんな方法であれ、日本より経済規模の小さい韓国が先に疲弊するということは間違いないと述べている。日本企業資産の現金化については、原告企業である日本製鉄が最高裁判所の強制徴用判決を受け入れていない中、8月4日に書類公示送達期限を控えている。この期限が過ぎれば、日本製鉄に関連内容が通知されたものとみなし、本格的な売却手続きが進められる。東京のある外交省即筋は、差し押さえ決定分の公示送達効力が発生しても債務者審問、売却命令など、後続手続きが残っており、直ちに現金化が進むわけではないが、日本側の動向を注視していると述べた。韓国の反応。韓国企業が海外から日本銀行に頼っているのも事実だ。円はドル及びユーロの主要通貨国と無制限スワップをしているので、韓国企業は借りやすい円を通じてドルに交換する場合が多い。サムスンが滅びるのか？サムスンが借りているお金のほとんどが日本だそうですけど、ムンジェインのせいでサムスンが倒産したら、もはや北朝鮮のようになるのか。凶悪な連続殺人魔のムンジェインが、過去の犯罪という狂気で、
罪のない企業を無差別に虐殺している。日本を刺激し続け、世界平和を害するムンジェイン。お前は反日扇動をもうやめて。ムンジェインの反日政策によって、金融や経済、企業が打撃を受けますね。GDP3 位の国を相手に勝つということ自体がおかしい。どうかそうしてください。うちの父の会社も日本銀行に債務があるんだけど、相当な企業のほとんどが日本からお金を借りたのが事実。日本がまたバカなことをするんだな。サムスンの格付けならどこの国の銀行も歓迎する。率直に言って日本の中央銀行よりサムスンの方が信用がいいと思う。ムンジェインは何か？早く執行せよ。サムスンと戦って死にそうな日本。日本のトヨタと電子会社が全部合わせてもサムスンには勝てない。クック2019年基準のサムスン社内留保金は298兆ウォンだ。日本の政治家は本当に無知だ。一度最後までやってみようよ。我々は必ず日本に勝てる。4億ウォンの反日扇動で欧州手続きを踏めばすぐに支持率が上がるかもしれないが、大韓民国号沈没のトリガーになる。日本が上がくほど結局我の日本依存度は低くなる。信頼が基礎になるべき金融で、先に後ろから剣を突き刺せば正常化した時に再び取引できる自信があるからでしょう。クククク。日本に依存的な金融関係も早く抜け出さなければなりませんね。これを機に従属的なものを最大限減らさなければならないようです。戦争を恐れたらいつも相手に縛られて生きるしかない。今回も日本と金融戦争をして勝とう。